街を歩いていると時々野良猫を見かけます。猫は縄張り意識を持つ動物であり、一定範囲を決めて暮らして繁殖するので、どこかで野良猫が産んだ子猫を一度は見かけることがあるはずです。このように生まれた子猫はとても可愛いです。好奇心が多く人に近づいてきたり、動きが素早くないので望めば簡単に触ることができますが、結論から言うと触らない方がいいです。これは人と子猫の両方のために守らなければならない内容です。人の立場からすると、猫は毛づくろいし、排泄物もきれいに処理する姿からきれいなイメージを持ちがちです。しかしこれは見た目だけで、野良猫にはダニやノミなどの外部寄生虫やカビのような様々な病原菌がいる可能性があります。人の肌は猫と違って毛の量が少ない代わりに角質層が厚いので、ダニやノミなどが移ってきても大きな問題にはなりにくいです。問題はリングワームとも呼ばれる猫の皮膚糸状菌症に感染する場合です。この疾患は他の動物との接触や湿っている非衛生的な環境で感染することがありますが、動物と人の間で伝播する人獣共通感染症です。リングワームに感染した猫に人が触ると感染する可能性があり、感染時に赤い斑点ができて痒みを感じることがあります。それで猫を飼うときに猫からリングワームが観察されれば、一緒に治療を受けなければなりません。治療は抗真菌薬を服用すればよく、治療は難しくはありませんが、あえて感染の危険を自ら感受してまで触る理由はありません。また猫は動きを予測不可能な場合が多く、好奇心で近づいてきて急に驚いて噛んだり引っかいたりすることがあります。そうすると狂犬病や猫ひっかき病などが発生することがあり、これらは深刻な疾患につながる恐れがあるので、触らない方がいいでしょう。次に子猫の立場から見てみましょう。もし人が子猫を触って人の匂いがついてしまうと、親猫が子猫を見つけられなかったり、見つけても慣れない匂いから見捨ててしまうことがあります。ちなみに猫は母性愛が強い動物として広く知られていますが、子猫の元を離れた時には周辺を探索したり、食べ物を探しに行っています。猫の行動範囲は非常に広いので、近くに親猫がいないからといって心配する必要はありません。たまに子猫が関心を示したからといって、自分が好かれているなどと勘違いして触ったり、さらには家に連れて行く人もいますが、それは親猫と生き別れさせる行動になるかもしれません。またかわいそうに思いチュールなどのおやつを気軽に与えることも避けるべき行為です。ほとんどのおやつは子猫が食べるのには塩分量が過剰です。野生ではきれいな飲み水を手に入れるのが容易ではなく、さらに猫は喉の渇きを感じにくい動物で、水を多く求めないため栄養不均衡や腎結石や膀胱炎などといった疾患の危険性を高めることになります。つまり猫は猫だけの生態系で調和をなして生きています。助けの手を差し伸べる行動は一見温かく見えるかもしれませんが、実際には求められた行動ではないかもしれません。疑問は解決されましたか？